今日はアルトとテナーとバリトンが2回のアレンジでやりました。せっかくですのでバリトン2本は楽器とマウスピースを変えてやってみました。両方ともセルマーのマーク6なんだけど、最初のメロディーを吹いてるこちらはアメリカンセルマー、いわゆるアメセル、もう一本はフランスセルマー、ちょっと音色が違うんでどちらも好きなんですけども、それでそれに合わせてマウスピースも、こちらが、いわゆるヴィンテージって言われているオットリンクのスラントラインっていう、結構若い人たちにいいマウスピース持ってますね、どこで手に入れたんですかってよく言われます。いやこれは別にどこでじゃなくて22、3の頃楽器屋さんでくださいっつってそのまま買ったマウスピースだよって言うと、だってヴィンテージ、あそうか大野さんもヴィンテージですもんねって、かなり昔のマウスピース。それでもう一つのマウスピースはサックス奏者でもあるけどマウスピースをオリジナルで作っている大堀さんにお願いして作ったオリジナルのマウスピースです。やはりこれもどちらも捨てがたい。他のマウスピースもバンドレンの BQ5 とかいろいろ持っていて、それも時々使ってます。なかなか一緒に自分で吹く機会っていうのはもちろんこういう多重録音ではなきゃないので、その違う バリトンで違いが自分なりに分かってとても面白かったんですけど、いかがだったでしょうか、実はもう一つバリトンがまたその辺にあるんですけど、今次の機会には今度はそっちも使ってみようと思います。今日はどうもありがとうございました。